僕が？なんで？うつむいているかって？実は？今日は？さっぱりだったよ。こっちの川の方が？魚いっぱい取れると思ったんだけど、ダメだったんだ。あの人たち？二人で抱えるほど取れたんだな。バカ？バカあって？カラスまで？笑っているよ。まあ、悪い時もあれば、きっと、いい時もあるんだよね。発見よ。残った？残った？どっちも？負けるな？正々堂々と？戦え？それいけ？やれいけ？よっしゃ！帰るなんかに？負けるなよ。柴犬のメンツが？かかってるんだからな。カエルくんも？頑張るんだぞ。いやー、両者ともなかなかだねー。さあ、残った残った。や、さあ、やれやれ、歌えや、踊れ、それいけ、やれいけ、わっしょい、わっしょい。旦那さん、踊りを見て、旅の疲れを癒してください。お気に召したら、少しでも、結構ですよ。お恵みくださいな。奥さんもよろしくお願いします。お金がなかったらささみジャーキーでもいいですよ。
また雪が降ってきたよ。深く積もらなければいいけどな。宿場までもう少しあるんだよ。どうもお疲れ様。お二人とも川に落っこちないように気をつけてよ。あれ、猫くんが散歩してるな。寒くないんか？こたつで丸くなっているんだよ。二人連れが歩いてくるぞ。どう見ても、あやー、遊び人だな。僕の生き方には合わないね。お兄さんたち、これからどこまで行くんだい？今宵寝るところはあるのかい？地道に働いた方がいいと思うよ。ダメなら立派な親分になるんだぞ。今日は最高のお天気だな。仕事もバッチリー。はかどるよ。相場もご機嫌で気持ちよさそうだよ。おばさん、いつもご苦労様です。お堂がきれいになって神様喜んでいると思うよ。きっとご利益あるぞ。やあ、皆さん、お疲れ様です。道中、お気をつけて。
坂本の宿場です。なんともこの絵では、浅間山が大きすぎて、旅をする人々が、ちょっと、小さすぎなんだよね。そんで、雑な動画になってしまいました。なんか、わけわからないけど、なんとかまとまりましたよ。どうですか？お客さん、宿場まであと少し？ちょうど日があるんで、一服していきましょうよ。赤や、お前も、一休みしたいんだね。さっきから、パイプをくわえて、もぐもぐしてるよ。さあ、行くよ。ほいほい、ほいっと。ふう、このひとときが、たまらないね。また元気が出たぞ。お姉さん、風と雨が強くなったよ。足元気をつけていかなくっちゃね。あれ？あのお兄さん、ズボ濡れだよ。なんか、格好つけてんのかな？お兄さん、風邪ひくよ。傘貸してやってもいいの？まったく頑固だね。そっか、渡世人の修行中なんだよね。頑張れー頑張れー、立派な親分になるんだよ。Thank you.
あおや、今日もいいお天気だよ。あとでご飯いっぱいやるからね。一日しっかり仕事するよ。皆さん、こんにちは。ご苦労様です。あれ？あの人？お大師さんに？そっくりだぞ。きっと、今日はいいことあると思うよ。